皆さん、こんにちは。本日は、食用という言葉をご紹介いたします。この食用という言葉ですけれども、これは少林寺拳法の修行法の一つに課せられています。いわゆる食事をとって、体を養っていくということですけれども、以前、朝食について、お話をさせていただきました。朝食というのは、気のエネルギー、目には見えませんけれども天の気、これを体に取り入れて、気力を充実させていく、これが、朝食法の一つの効能でした。それに対してこの食用というのは、大地のエネルギーである食物を体内に取り入れることによって、骨を作り、筋肉を作り、そして血液、そして皮膚を強くしていく、このように目に見える体というものを養っていく、これが食用です。今の時代、私たちは、食べ物に困ることはないと思います。一方で、食べ過ぎてしまったり、することによって、肥満になったり、あるいは、体をいろんな病気を患ってしまうということもあります。ですので、この食用というのは何気ない、修行なんですけれども、これを規則正しく、そして量と質のバランスを整えることによって、健康な体、そして健康な体は自分の寿命というものを長くさせる、病気になりにくくさせる、このような、効能へとつながっていきます。とかく現代人というのは、忙しい人がおりますので、たくさんいますので、さっと食事を済ませてしまうということもあるのではないでしょうか。この時に大切にしたいのが、よく噛むということです。よく噛んで食べることによって、満腹の度合いが、早く噛む、満腹の度合いを適切に感じるようになり、あるいは胃腸の働きをより促進させることができます。また、少年期の子どもたちにとって、食というのは非常に大切です。これから成長して大人の体になるためには、大人の体に必要な器を作る、これがまさしく食です。社会人の方、この方たちは必ず3度の食事しっかりとって、朝出勤をして夕方仕事を終えるまで集中して良い仕事ができるように、この朝昼晩の食事、これを大切にしていただきたいと思います。今日は日常の何気ない言葉を取り上げましたけれども、これは私たちの人生において大切なエネルギー源であり、健康な体を保つための大切な修行法とも言えるのです。今日は食用について考えてみました。ありがとうございました。